こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。朝ですね、ちょっと本を読んだのでご紹介させていただきます。はい、こちらですね、1億総ツッコミ時代ということで、牧田裕二さん、牧田スポーツなんていうですね、芸名も持っていたりするんですけれども、なかなかですね、匿名性が、非常に高い SNS、あるいはですね、リアルタイムでのリアクションができるですね、ニコ生などという媒体も増えてきているというところでですね、ツッコミの、人がですね、増えすぎている、タカであるということがですね、この本の中で言われておりました。言われてみると確かにそうだなと私もですね思いました。実際ですね、ツッコミされるというところではですね、どこかにボケの人がいるわけですけれども、そのボケとツッコミのバランスというところで言いますと、どうしてもですね、ツッコミの人が増えてきているという、実情がございます。またですね、このツッコミというのもですね、なかなか厄介なもので、実際にですね、自分が何かしらのですね、批判というか、しっかりとですね、相手に対する何か論点というものを提示できるようなですね、ところまで突っ込みと言えるのであればというのであるんですけれども、そのレベルに至らない、いわゆるですね、なんでしょう、本当になんでやねんとか、そんなレベルのですね、誰でもできるような突っ込みを、誰もがですね、しているように、見ながらですね、一様にしてしまっている、そのですね、自分、そういったですね、ツッコミをする立場、ツッコミするっていうのはやはりですね、上下関係でいうと、上に、自分をですね捉えることができる手段かと思います。相手ボケをですね、かました人の、何かしらのですね、マイナス点をですね、そのツッコミによって指摘するというところで言いますと、自分がプラスの立場に立つことができるというふうにですね、立場的にですね、作り出すことができるために、多くの人はですね、ツッコミにどうしても回ってしまいがちだというところではあるんですけれども、それもですね、どうなのかと、例えばですね、そういった形でツッコミはすることができるんですけれども、そのツッコミをした時のですね、しっかりと主体として自分がいるのかというとですね、自分の立場が何かあって、それからツッコミをしているというよりは、どうしてもですね、ボケという人があってのですね、ツッコミが成り立っているという現実もあるのかなというふうに思います。そういった意味でもですね、この本の中ではなかなか面白いこと、ボケましょうと、ベタでありましょうと、メタであるよりベタでありましょうと、突っ込むよりボケましょうと、そういったようなことがですね、言われていて非常に面白い本だなと思いました。例えばですね、人から突っ込まれる可能性があることといいまして、私は何々が好きです、私は何々が嫌いですと、はっきりと表明するということはですね、これかなり、簡単にですね、相手から突っ込まれてしまう、例えば、とってもですね、極端な例を出してしまえば、ヒトラー、私好きですなんていうことをですね、もう言ってたたびにはですね、もうそう突っ込みかと思うんですけれども、そういった何か、好き嫌いというのをですね、はっきりとですね、表明するというのはもうそれだけでですね、ボケというか、突っ込まれる対象というふうにはなるかと思うんですけれども、それゆえにですね、自分というものがはっきりとないと、この好き嫌いというのをですね、表明することはできないというふうなことが書いてありました。それはですね、全くもってその通りだなと思って、そういった意味でもですね、一つ面白い本でありますので、ぜひぜひですね、そういったまだ私が言ったところエッセンスでしかないので、より深くしていたいという方はですね、ぜひこの実際に読んでみてはいかがでしょうか。なかなかですね、そういったところでも面白い本になっておりますので、おすすめです。この本以外にもですね、いろいろと読書の感想などというところをチャンネルで、動画を上げていたりもしますので、もし興味のあるという方はですね、チャンネルの他の動画も見てみていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。